どうも、ハンサムクロージです。今日はですね、買ってきましたよ、ぐで玉のフルーリー。フルーリーを買ってきました。これだー。見て、このぐで玉。ブンブン。ハローぐで玉。ヒカキンさん的なことでしょ。ねえ。またいすいますって言ってます。かわいい。何種類かあるんですよね、これもね。なんか何味かね、わかんないんですよ。なんか発表されてなくて、どういう味かわからないっていうことで。匂いは、プリンみたいな甘い匂いしますね。食べます。パカッと開けてみると、なんかスポンジみたいなもの入ってる。カステラ味かな。でも確かにぐで玉色ですね。黄色と白で、はあ、まあ、蜂蜜か。パンケーキ味か。パンケーキ味の可能性あります。すくってみましょう。形状から味を推測しよう。スポンジのところをね。お、好き。すごい。うわ、うまそう。わからん。チョコのような匂いもするような。いただきます。うん、プリン、パンケーキ、カステラ、なんかそんな感じの味。おいしい。なんかこう、プリンのような、カステラのような、パンケーキのような、そんな味です。美味しかったです。で、結構甘めだけど、好きな味だった。あの、カラメルの苦味も、ほんのちょっとあるので、いけました。甘くても。なんかこう、メープルっぽいような香りもしつつ、蜂蜜のような香りもしつつ。でも、スポンジはもうカステラなので、とにかく卵感は結構強めで、卵好きのスイーツ好きの人は、最高だと思いますよ。もうあんまわかんなかったんだよな。うん、ごちそうさまでした。美味しかったです。キューハンさん、気になる方はぜひマクドナルド行ってみてください。僕もう一回ぐらい食べたいな。これ美味しかった。そんな感じです。くーでたまたま、くーでたまたま、くーでくーでたまたま。バイバイ。